代表のアツトシです。よろしくお願いします。カルテのサラサです。よろしくお願いします。ブームボックス代表のカルテです。よろしくお願いします。12月からブームボックスで働かせていただきます。瀬川優です。今回はヘアキャンプさんの連載のバッテリーという企画で、それぞれのサロンさんの攻めと守りの方にお越しいただいております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では簡単にサロンの紹介、コンセプトをお伝えいただけたらと思うんですけど、じゃあ筒井さんよろしいですか？で、サロンのコンセプトとしてはこう、最近おそらくかっこいい美容師は増えたんですけど、働きたい美容室って逆に減少傾向にあるというか、この美容室で働きたいって声ってすごい少なくなってると思うんですよ。でもそれって美容業界にとって決してプラスなことではないと思ってて、なんで僕はなんかこの店で働きたいっていう美容室になるように、美容室自体の力を強くしていきたいなと思っております。3日後にスタートする予定なんですけど、はい、今年の4月、3月末までガルテで勤めさせていただいて、そこから、はい、独立してフリーランスになって、3ヶ月で会社を立ち上げまして、でそこから約4ヶ月で店をオープンさせていただくことになりまして、でその、もともと勤めてたガルテの本店を敦俊さんから譲っていただいて、すごいことが起きてた。相当すごい。ありえない。誰にもやっぱ他の方には使わせたくなかったのと、自分にとっても思い入れのある場所なんで、やっぱり尊敬してる方から譲り受けた場所で僕はやったスタートしたいなと思ったんで、もともと北海道で一緒だったので、はい、地元はで先輩でした。北海道、あ、そうです、はい、二個上のだから同じ、そうですね、1年生の時3年生だったんで、すごい、すごい同級生の弟なんですそうです、僕のお兄ちゃんとも友達なんです誰よりも近いかもしれない一番びっくりしましたけどね、敦俊くんがこんな、なんかこんなんつらいですけどなんかすごい人になっちゃったんで、ね、もう僕の中学校の頃知ってる人からしゃあ言えないこれ言っていいのか分かんないですけどね結構なんかもう荒れてましたね例えばサラサさん、はい、と年が1個違うんで、はい、僕が入社した、あ、でも僕中途で入ったんで、はい、1年目の終わりぐらいに入って、サラサが2年目の方針卒ぐらいで入ってきて、年も近いんで、ガルテ立ち上げの時から一緒にやってきて、少ない人数の中から切磋琢磨してやってきた中ではあります。私が同期がいなかったので、もう全部カイクさんに相談とかしていろいろ助けていただいたりとかしてましたね。ここからこの対談っていうのがまたね、エモーショナル。エモーショナル。冒頭でもあったように、はい、カルテさんにいらっしゃって、はい、辞められて、はい、しばらくして、はい、カルテさんの土地で、はい、新しくお店オープンするっていうのが、はい、すごいことだなっていう気がないと思っていて、でやっぱ業界の一つの課題としては、退社後の関係性とか、円満退社っていうところにおいて、いろいろな、あると思うんですね、佐野さんそういうことで、はい、でも敦俊さんと海人さんの中で辞めた後も良好な関係を築くことができた、何人なのかなっていうのをぜひ。辞める人に対して何かをすること、その嫌がらせ、結構多い、多いじゃないですか、ぶっちゃけ嫌がらせ。でもぶっちゃけ多いですね。そう、でもなんかメリット1ミリも感じないんですよね、その人に嫌がらせしたところで、その人のところにいたお客さんが自分たちの美容室に帰ってくるかというと絶対帰ってこないし、逆にその人が有名になった時にその人がやり返そうと思ったら、はい、もっとダメージ受けるし、なんかいいこと1ミリもないのにどうしちゃったんだろうみたいな辞め方にもよると思うんですよ。だからカイトはちゃんと相談してくれて辞めてるからあれですけど、こうなんか引き抜きとかして辞めたりしたら、もちろんムカつくってなって、
構嫌がらせしちゃう気持ちも分かるんですけど、でもそこをぐっとこらえて頑張れよって後押しするだけで、おそらくカイトが成長した時に恩返ししてくれるなと。関係性としては続いていくし、はい、きっとなんかどこかのタイミングでそれこそ本店入ってもらうとか、はい、うちにはメリットがたくさんある。あ、例えばそれこそ物件の譲渡、だから僕らがスケルトンにするお金の費用っていうのがなくなるっていう部分とか、あとは結構早めに入ってくれたんで僕らが入る人を探すっていう手間がなくなったりとか。そうですね、もう終わってます、お願いします。いやいやいや、まだまだ、まだまだこれからさせていただきたいなと思ってたんです。あんまり辞めたくはなかったんですよ。いろいろ助けてもらったことの方が多いし、僕のやっぱあの美容人生の道しるべになった方なので、まあそういった意味でも辞めたくはなかったんですけど、でもどうしても自分でやりたいっていう気持ちがあって、まあ篤さんも22とかで若い頃から代表やられてて、自分もその一気にはまだ達してないんですけど、同じようなものをやってみたいと思っててずっと。で僕はどっちかというと、多分ガレッテに入社した子は篤さんの技術だったりとか、そういう美容師に対する姿勢っていうのを学びたいと思って入ってくると思うんですけど、僕はどっちかというと篤さんのその、まあ、経営だったりとか、その若いなりにできる力っていうのを勉強させてもらったと思ってるんですよ。なんでそれを僕は自分があの若いうちにやっていきたいなと思って退社させていただいて、経営側行きたいっていうのは、まあ、話はしてたんで、でまあこうタイミング見てっていうか、まあ、いっぱい話したの、うん、こうだからやっぱそのだからやっぱ足りない部分ってあるじゃないですか、若いからこそ。だから今退社するぐらいだったら今ここで学んでできるようになってからでもいいんじゃないとか、こうなんかいろいろいっぱい話したっすね。バッテリーの、 その攻めと守りのそれぞれの大事にしてることだったりとか、お互いの関係性みたいなところをとサロンごとにクロストークしていきたいなと思っていて、攻めの方と守りの方でちょっと席替えをしたいのですが、守りの方が外側でよろしくお願いします。攻めの方からお話を伺いたいんですけど、やっぱりそのサロンの攻めとして日頃から先陣切るために大事にしていること。攻め、まあでもやっぱ周りを盛り上げるためにやっぱ僕はまだプレイヤーでずっといたいなと思ってるんで、はい、もうお客様をこうたくさんやらせていただきたいなと思ってて、はい、だから今一応フリーランスの形ではあるんですけど、はい、アシスタントを一人雇って、まあ、なるべく前のサロンからお客様はなるべく切りたく、あの切れて予約を切りたくなかったんで、はい、だからアシスタントと一緒になるべく僕を必要としてくれるお客様をたくさんやりたいなと思って、はい、だからそういう姿勢でちょっと周りにモチベーションというかを一緒にこう盛り上げていけたらいいなって思ってます。ちなみに今分割さんに加入する予定の人数というか、はい、まあ、現在でだいたい1月ぐらいにまでに入る人がだいたい12とかで、プラス3人ぐらい予定で、ちょっともう席数とその在籍人数が多いと、まあ、席の取り合いとかになってしまうんで、ああの文房具シェアサロンなんで、なんで、まあ、その席数に合わせた 人数を契約するつもりでやろうと思っております。すごい。はい、おかげさまで、はい、だいぶに何ですかね、集めていただいたりとかもしましたし、はい、そこも攻めて。そうですね。シェアサロンでやっぱその、それだけの人数集まると、チームワークっていうところってどういう、はい、ですね、チームワークって、まあフリーランスなんで一応個々にはなるんですけど、意外と仲良くて、そのやっぱりその薬剤の共有だったりとか、自分の美容師のビジョンをやっぱその、まあ、個人経営者の集まりになるんで、そこら辺は結構質の高い話が毎日結構できるかなっていう感じで、いろいろそういう人が集まってきてくれてるって感じですね。分かれての攻めは篤さん。はい、そうです。まあ、一番の攻めはきっと美容室
にオープンさせたっていうことだとは思うんですけど、でもきっと攻めなんですけど、きっと僕攻めてると思ってない、スタッフからしたらわけわかんない攻めかもしれないんですけど、意外となんか攻めてる感じはしてなくて、だからそのなんか攻めをわざと意識してるかって言われたら意外とないけど、なんかこうこのお店出したのはなんかその金銭的にかなり攻めだなとは思って、で、まあ、ちょっと厳しいかなみたいな、まあ、税理士さんとかと話してちょっと厳しいかもねぐらいな感じだったんで、ちょっと厳しいんだったら頑張れますみたいな感じで、すごなんかこう、いやなんかきっとこの店で働いてたらスタッフ自体はモチベーション上がるだろうなみたいな、いやここはね気が違う、きますよね、そうですよね。サルスさんどうですか、ここのお店にやっぱお客さんの反応もかなり良くて、うん、入ってきて初め入ってきたってなった時にすごいですねって言われることがほとんどなので、やっぱりなんかそう言われるとこっちもやっぱりすごいって思われてるとこに入れる美容師になれるんだなっていう、なんか、うん、なんか僕も早くこんぐらい大きいの作りたいんですけど上にいいですか天井破ってもいいですか階段で行き来できるように逆に守るっていう意味で大事にしていることをそれぞれ、まあ、ブームボックスのサブタイトルっていうのが あって会社を作るときに、あのホームコレクトでフォレクトって言って、まあ、正しい形っていうのをあのサブテーマにしてやらせてもらってるんですけど、あの働く人が自分がこうやったら正しいよなとか、あのこうだったらいいよなっていうものをあの箱にしていきたいなっていう思いでブームボックスって作ったんですけど、まあ、瀬川さんみたいにバリバリ働きたい、売り上げ作りたい、お金が欲しいっていうそういう目標がある方ももちろんいいですし、ゆっくり働きたいし自分のライフスタイルに合わせて働きたいっていう人も働きやすいっていうそういうテーマをあの掲げていて、まあ、僕はあの、まあ、プレイヤー以前経営者にも当たる部分なので、まあ、そういった人たちの夢とか希望を一個一個こう叶えてあげるサロンを作りたいなと思ったので、まあ、僕は守りの側なのかなと思って、あの攻めのスタッフたちを、まあ、たくさん支えていける存在になろうかなと思っております。やっぱりアツトシさんっていう存在がガルテではかなり大きいので、アツトシさんがいるといないで雰囲気もやっぱり違いますし、そういった中でやっぱり下の子がだんだんこうアツトシさんと年が離れた子が入ってきたってなった時に、結構みんなびっくりするというか、アツトシさんのこの勢いにみんな圧倒されちゃう子がすごい多いので、私はやっぱりその上に立つっていう人って才能、努力もあるけど結局スター性があるというか、リーダー力とかも持ち合わせている方が多いので、私一回そのアネックス店っていうところの代表やらせていただいたんですけど、やっぱり私はその一回経験を経た上で上に立つ立場じゃなくて下の子とかをケアしていったりとか、そのお店の裏側の仕事っていう方が自分的には向いてるかなっていうのも実感しましたし、はい、やっぱり厚年さんが手が回らないところを私はこう支えていけたらお店としてのバランスもいいのかなって、すごいやっぱり厚年さん、一世さんっていうのも、はい、二大巨頭みたいないらっしゃるので、私はそうですね、守りっていう存在もかなりお店にとって重要な存在なのかなって実感して僕の言葉ってきっと刺さるんですよ、きっと憧れてるからこそ僕の一言が突き刺さって精神崩壊させに行くっていうか、僕的にはこれなんですよ、僕的にはこれぐらいなんですよ、僕的にはこれぐらいなんですけど、今一番若い子と10個ぐらい離れてるんですよ。ってなると僕のレコピンがボディーブローするように思えた気があって、ゾーンみたいな、そういうのをサラさんが気づいてくれて、かけるみたいな。で、僕はそれの力調整が結構下手なんですよ。今まで結構厳しくされてたから、自分も
だから優しくはなってきたんですけど、僕の優しい言葉すらがボディーブローなんで、そこをなんか僕の考えより下の子寄りの人たちがサポートしてくれるっていうのはすごいありがたい環境だなっていう。女性だからこそのね、きめ細やかな部分っていうところももしかしたらあるのかもしれないですね。それぞれのサロンさんの攻めと守り方々に聞きたいことを質問していきたいと思うんですけど、あとフィリップに。私は地元に帰りますか。なんだろうな。なんだろうな。有名になれる美容師って恐らく限られてる。もうだからね。